ユニエル・ペレス・ロメロは、キューバ出身で、スペイン国籍の陸上競技選手。専門は短距離層。キューバ人時代には2008年北京オリンピックに出場した実績を持つ。2008年8月22日の北京オリンピック男子4400メートルリレー予選で、キューバチームの一層を務めた。2014年2月2日の IAAF。 パーミット室内ミーティングスロシアウィンター男子60メートルで今季室内世界最高記録の6秒49をマーク。1月30日にマークした自己ベストを0秒01更新し、フレティマヨラが2000年に樹立した室内キューバ記録に並んだ。その後も室内60メートルでは2015年に6秒55、2016年に6秒53と、 高タイムをマークしたが、室内60メートルに比べて100メートルは10秒23と10秒31に止まり、2009年にマークした自己ベストを更新することができなかった。2017年6月に100メートルの自己ベストを10秒22を一気に10秒09まで更新する活躍を見せた。1日のモントルイーユ国際で自己ベストを8年ぶりに0秒03更新する10秒19。 3日のミーティングでマルセイユでは、ロンドン世界選手権の参加標準記録を突破する10秒12、10日にカステリオンで行われた大会では10秒10をマーク。18日のダイヤモンドリーグバウハウスガランでは、追い風参考記録ながら9秒92をマークすると、ウサイン・ボルトが走ることで注目された28日のオストラバ・ゴールデンスパイクでは終盤までボルトから、リードを奪い。 二位に終わったものの過去に四人のキューバ人しか達成していない10秒0台を向かい風の中でマークした。2017年7月になっても勢いは止まらず、1日のダイヤモンドリーグミーティングドパリでは0秒06差で優勝こそ逃したものの、向かい風の中でキューバ歴代二位の10秒05をマークして二位に入ると、7日のソットビル国際男子100メートルで10秒03、14日の マドリード国際男子100メートル予選では公認ギリギリの追い風に恵まれ10秒00の自己ベストをマークした。2018年1月11日にスペインの市民権を獲得した。2018年1月25日のチェコ室内柄男子60メートルで6秒53をマークし、アンヘルダビド・ロドリゲスが2013年に自立した6秒55の 室内スペイン記録を更新した。現在、ペレスは6秒52まで、スペイン記録を更新している。2008年オリンピック男子4400メートル、リレー予選リザルト。国際陸上競技連盟。2018年2月27日閲覧。9番ユニーア、ペリッツリーズワールドランキングス 60m、インドアズ。アンキュバ、2018年2月27日閲覧。 パリ2017フレアスリートビオスダイヤモンドリーグ2018年2月27日閲覧リザルツミーティングインターナショナルデモントロイヨーロッパ陸上競技連盟2018年2月27日閲覧リザルツミーティングデマルセイユヨーロッパ陸上競技連盟2018年2月27日閲覧リザルツバウハウスギャラン 100m メン 国際陸上競技連盟。2018年2月27日閲覧。ボルト、背中にこわばりを抱えつつ100メートルで優勝。フランス通信社。2018年2月27日閲覧。リザルツ、ゴシックスオストラバゴールデンスパイク100ミリターズ面。国際陸上競技連盟。2018年2月27日閲覧。オールタイムベースト。 シニアアウトドア 100m 面。国際陸上競技連盟。2018年2月27日閲覧。リザルツミーティングでパリ 100m 面。国際陸上競技連盟。2018年2月27日閲覧。リザルツミーティングインターナショナルでソットビル。ヨーロッパ陸上競技連盟。2018年2月27日閲覧。 2017年マドリード国際男子100メートル予選リザルト国際陸上競技連盟2018年2月27日閲覧 IAAF アールドインドアチャンピオンシップスバーミンガム2018スタティスティックスハンドブック国際陸上競技連盟2018年2月27日閲覧スタニック・イズ・ザ・ウィック・ショット・イン・オーストラバヨーロッパ陸上競技連盟 2018年2月27日閲覧。ありがとうございます。